マイクテスト、マイクテスト、低速ですけども走り始めました。シールド抜けるんで、はい、シールドを閉じました。ロックは、中間です。一応風が、入る、位置ですね。はい、はい、おはようございます。元バンディット400倍です。6月何日でしょうか。決めてようか。7時52分。はい、今日も、メタブログ、やっていきましょう。ここしばらく、メタブログと言いながらマイクの不具合の対応しかしてないんですけども、はい、先ほどの動画で全然音が拾えなかったソニーのマイクなんですけども、今日は高校につけてます。クリップマイク、こういうものなんですけども、この顎のところのこの風よけのゴムの部分にこう挟んで取りました。で、シールド上げてる時は結構綺麗にですね、音量もいい感じで取れてたんですけども、シールドこう下ろしちゃった時に音がこもっちゃって、さらに風切り音が、結構拾っちゃって綺麗に聞こえないという状態でした。で、多分ベンチレーションこれ聞かせてるんで、この、この顎の部分から、上の部分、後ろの部分か、後ろの方にですね、空気の通り口ができてて、で、その空気がちょうどこの口元のですね、ところを通るんで、風の音が入っちゃって、肝心な声が入らないのかなと。勝手に解釈しまして、このマイクをですね、この辺にこう埋めちゃったらどうなるのかなと、多分ここ風の通り道にはならないんじゃないかなと、思いまして、ここにちょっと埋め込みまして、どうなるかなっていうのを次回の、動画でお届けしようかなと思います。乞うご期待。以上です。